国鉄多岐25800系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別であるタム7 5 0 0系、タム7 5 5 0系、多岐8 6 0 0系、多岐1 8 9 0 0型についても本項目で解説する。 本形式は、アニリン専用の35トン石タンク車として1974年11月18日に3両が日本車両製造の一車のみで製作された。アニリンを専用種別とする貨車は本形式の他には、タム7500系、タム7550系、タキ8600系、タキ18900系の4形式が存在したが、いずれも少数車である。 所有者は、日本石油輸送の一社のみでありその常備駅は、福島県の郡山駅であった1991年に、専用種別が青か、総代駅に変更になり、化成品分類番号は、毒62と表記された。改造に際して従来タンク体材質は、耐抗性高張力構成であったため、タンク体内部にゴムライニング処理を施し、車体には、と表記された。また配管。 バルブ類の保護目的のためのプロテクタが追加された。二役方式はタンク上部のマンホールからの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式である。両管は S 字管を装備した。車体色は黒色、寸法関係は全長は 13,200mm、全幅は 2,631mm。 全高は 3694mm、台車中心間距離は 9000mm、地上は16.0トン、換算量数は赤車5.0、空車1.6であり、台車はベッテンドルフ式の TR41E-12 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車が JR 貨物に継承されたが、 2003年度に廃車となり、同時に形式消滅となった。タム7500型は1 9 6 2年2月26日に、富士重工業にて一両のみが製作された15トン石炭ク車である。純度保持のため普通構成の内側にステンレス鋼が貼り付けられた。三井物産が所有し東和歌山駅を常備駅として運用され、その後常備駅は、 キミ君寺駅へと変更になりさらに、前川駅へ移動した。全長は 8300mm、全幅は 2384mm、全高は 3438mm、軸距は 4500mm、地長は11.2トン、換算量数は、赤車2.6、空車1.2である。走り装置は2段リンク式、車軸は12トン長軸であった。 1985年7月8日に廃車となり、同時に形式消滅となった。トム7550型は1961年12月18日に1両、1962年10月13日に1両の合計2両が日本車両製造にて製作された15トン石タンク車である。純度保持のため普通構成の内側に防食塗料を塗布した。 日本石油輸送が所有しや北港駅を常備駅として運用された。1963年5月10日に二両とも住友化学工業へ名義変更されたが、1974年1月17日に再度日本石油輸送へ名義変更された。全長は 8200mm、全幅は 2530mm、全高は 3437mm。 軸距は 4500mm、地長は10.4トン、換算量数は赤車2.6、空車1.2である。走り装置は2段リンク式、車軸は12トン長軸であった。1984年6月27日に2両とも廃車となり、同時に形式消滅となった。多機8600型は1960年12月3日に、 富士重工業にて一両のみが製作された30トン石タンク車である。タンク体は普通構成であり、200方式はマンホールからの上入れ、土質管による下出し方式である。三井物産が所有し東和歌山駅を常備駅として運用され、その後常備駅は君寺駅へと変更になりさらに前川駅へ移動した。すべてトム7500型と同一である。 全長は 12,300mm、全幅は 2,540mm、全高は 3,735mm、台車中心間距離は 8,200mm、地上は18.5トン、換算量数は赤車5.0、空車1.8である。台車はベッテンドルフ式の TR41C であった。1985年7月8日に廃車となり、 同時に、形式消滅となった。多一18,900型は1970年8月4日に、富士中工業にて産両が製作された30トン石タンク車で、ある。タンク体は、対抗性高張力構成であり、多岐8,600型に対して軽量化された。二0方式はマンホールからの上入れ、土質管による下出し方式である。三井物産が所有し、 君寺駅を常備駅として運用され、その後常備駅は前川駅へと変更になった。全長は 11500mm、全幅は 2504mm、全高は 3630mm、台車中心間距離は 7700mm、地上は14.8トン、換算量数は赤車4.5、空車1.4である。台車は、 ベッテンドルフ式の TR41C であった。1985年7月8日に廃車となり、同時に形式消滅となった。謝礼15年と短命であった。ありがとうございます。